追跡版令和の虎。あなたのファンディング希望額は、550万円です。あなたが思い描く未来の姿は、音楽とお笑いを通じて宇宙一のスーパースターになりたいです。最後のチャンネルという現在4人組の、エンターテインメント集団の一人として活動しております。で、その音楽とお笑いをリンクさせた活動をやりたくて。あっちでガスを持っとる。いざ立ちとる。いざ立ちとる。正直本当組むんだったら令和の虎引退しようと思っててぐらい。新メンバー加入ってことですか？やりたいかもしれない。こういうユニット、こういう感じで違和感ないです。全然違和感ないです。もともと3人で来てらっしゃいましたっけ？はい、ここはですね、北新地の某ホテルのティーラウンジでございますけれども、今日2月1日の間もなく18時30分になろうとしてますけども、なんと12人目ぐらいの志願者だったと思いますよ。最後のチャンネルポンコツアキラ、古くからのファンの方は覚えてると思いますけども、彼を呼び出してます。来ました来ました。来たよ来たよ。ご無沙汰しております。どうもお久しぶりです。本当久しぶりだよ。はい、いやー3年半ぶりぐらい。3年半、4年ぐらいです ね。いや、もう全然もう変わりないですね。いや、めっちゃ変わったよ。僕の場合はちょっといろいろ変わったんですけど。ちょっとめちゃめちゃ変わったな。いやいや、まあ俺もさ、はい、あなたたまに Facebook に記事をあげるので、はい、近況はなんとなく分かってたんだけど、はい、この追跡版令和の虎をやろうと思った時に、はい、俺は真っ先にどうしてもポンコツアキラを取り上げたかったんですよ。ありがとうございます。いや、ありがとうございますって言ってもらえるかどうかもね、分かんなくて。もうさ、いや、岩井さん、もう今更勘弁しがたいよって言われる可能性もかなりあるなと思ったんだけど、はい、本当に心よく、はい、いや、いいっすよって言ってくれたんで、めちゃくちゃ嬉しかったんだよ。でも2つ返事ですよ。むしろもう遅かったぐらいですよ。そう、待ってましたよね。まだかまだかと。マジで、はい、いや、だってさ、はい、なんかあまりにも変わり身がすごすぎて、はい、もうなんかあの頃のことを、はい、令和の虎のことではなくね、はい、最後のチャンネルをやってたっていうことを、はい、自分の中でもうなんかこう過去を、ね、消し去った上で新たな道に行ってるのかなと思ったから、あのところのことをもう一回こうほじくり、ね、出されるの嫌なのかなと思っちゃうじゃん。いや、僕は、うん、あの頃のことは本当にいい思い出でもあるし、うん、はい、いい経験でもあると飲み込んで今があるんで、うんうん、なるほど。消したいとは一回も思ったことないです。思ったことない。ないですないです。ちなみに今何歳になりました？37です。37になった。あの頃32ぐらいやで。そうですね。な、そうですそうです。多分、はい、はい、最初に出てきた時はポンコツアキラと俺様の名は書く、はい、これ二人で出てきて、そうですね、ね、踊ったけどさ、はいはいはい、あの時の虎懐かしいような小林さんとかいたもんな。いましたね。覚えてる虎？覚えてます覚えてます。野田さんもいたっけ？足立さんもいました。足立、九州の、はい、あの寡黙な足立さん。そうですそうです。で、足立さんで林さん、桑田さんです。桑田さんの5人です。で、そうか、そうですそうです。で、桑田さんと結構ノリノリになって、そうです、最後のチャンネルに入るからもう令和の虎引退するとかわけなのかなって言い出したりとか、そんなことあったよね。そうですね。さあ、あの頃ってさ、まだ志願者も少なかったし、はいはい、君たちはたまたま YouTuber やってたので、はい、結構撮りやすいのもあって、はい、結構あの虎の子速報とか何回も撮ったやん。そうですね。なんか俺を騙す企画とか俺めちゃくちゃ怒ってとかな。はい、ありました、ね、そう、あんなことやってた時代で、もうめちゃくちゃ懐かしくて、はい、で、まあ今回ね、この追跡版令和の虎っていうのをやろうとした時に俺一人目の志願者からずっと見てたわけ、はい、で、もう最初にピッて俺の手が止まったのが最後のチャンネルだったんだよ。ありがとうございます。で、賀来さんとは多分連絡はもう取れないなと思って、うん、まあ、とにかくリーダーのアキラが、はい、もし出てくれるんだったらなと思って早速に、まあ、LINE だけ知ってたんで、はい、ただ LINE がさ、生きてるかどうかも分かんないわけだ、はい、長く連絡取り合ってないから、はい、で連絡したら速攻返事来たね。そうです、もうすぐです、ね、即レスだよな。そうです。もうそれから今日に至るまで結構何度かやり取りで即レスだよね。即レスです。営業マンだね。ありがとうございます。さあ、ということで、はい、ちょっと改めて先に聞きたいのは、はい、あれから多分1年ぐらいは最後のチャンネルとして活動したじゃん。しました ね、はい、最後はどういう形で終わったんでしたっけ？最後はですね、うん、ちょっと夢叶わずと言いますかね、うん、そのいただいたお金での活動が実を結ばずに解
さんと、ね、あの頃いろいろあったもんね。ありました。詳しくは言えないけども、はい、ほんといろいろあってむちゃくちゃありましたね、うん、本当になんで毎度毎度こんなことが起こるんだってぐらいいろんなことが起こったやんいろいろいろんな人巻き込んで、そうそう、たかだか3人4人のグループなのになんでこいつら一個一個こんなことしようねみたいなのがあってはい、はい、で最後なんかさ渋谷かどっかの部屋で詰められたの覚えてる？覚えてます、覚えてますね。あれ桑田さんとやったよね。なんか あれまだ動画残ってますもんね。残ってるよ、残ってるよ、はい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 、で多分僕の感覚だとそうは言ってもいろいろあってこの最後のチャンネルが解散した一番の理由は、はい、賀来さんの結婚じゃないのかなと思ってんだけど、どう？いやそれは一理あると思います、うん、やっぱり、うん、結婚で自分の気持ちが変わってしまった、うんうん、ね、それがちょっとグループにも影響してるっていうのはありますね、うん、絶対そうだと思うんだよな。なんかさあれ言っていいのかな、ファンの女の子だよね、まあ、ファンです ね俺も見たことあるからさそうですね、まあ、お会いしてます、ね、そうそうそうで多分舞い上がった賀来さんは、まあ、そうでしょう、ね、そう本当に、まあ、お綺麗な方ですからね。まあ確かに、はいはい、で結局3年半前に、はい、まあ、解散ということになって、はい、実はその後に、はい、ちょっと小林さんの会社にいたろ。そうです、小林さんとその当時仲良くさせていただいてまして、うん、解散にあたって仕事もないと、うん、っていうことで小林さんがちょっと引き受けるわということで、うんうん、小林さんの職場で少し働かせていただいてました、うん、そうだね、まあでもさ小林さんのところハードだったろ。まあハードでした ねただまあその僕が社会人っていうのもやったこともなかったんで、うんうん、小林さんのとこがハードなんかちょっと僕が舐めてたんかわからないんですけど、じゃあもう一個思うのは、はい、合わんわ、合わないですか、仕事的に。お前ですか。そうやっぱあの仕事は、はい、ああいう表に出てこうやってきた自分にしてみたら、そうですね、あまりにも世界が違いすぎなんちゃう。そうです。そうだから小林さんってさ実はさああ見えて割とこもる人なんですよ。そうですね。そうだから仕事もずっとやっぱりなんか部屋の中で黙々とやることなんで、そうですね、いやー気が大丈夫かなって心配してたら、はい、やっぱりね結果残念ながらだから小林さん全然悪い人じゃないし、そうですそうですそうです、本当にあのね君と年も近かったから、はいはい、すごいこう親和性を感じて、そうですね、彼の愛情で君を取ってくれたと思ってますね。はいはい、うん、でもでまあねいろいろあって田舎に戻りましたと、はい、そうなんですよ。地元が伊丹、伊丹です、うん、で今は住んでるのは天ヶ崎です。あ天に住んでるの。はい、天住んでます、はい、で就職したっていうことは、はい、なんかフェイスブックで聞いて、はい、おー社会人になったんかみたいな。そうなんですよだって初めてやろ。ようやく社会人になって、だから一般企業に勤めたのは33歳にして初めて、はい、そうです。だから本当にこっち戻ってきて初ですね。どういう会社にいたんですか。今不動産ですね。不動産ね、はい、まあまあ実はこれも僕は知ってるんですけど、はい、なんで不動産に決めたの。やっぱりそのまあ小林さんとこの職場で少し働かせてもらった時に、うん、まあ、すごいこもる職場やったんですけど、うん、やっぱどうしてもちょっと自分とはなかなか合わないなっていうのがあったんですよ、ね、うん、で小林さんには申し訳ないんですけども、うん、ちょっと家族体調悪いと、はい、嘘ついて、あ嘘ついた嘘ついて、もう泣く泣く地元帰らせてもらって、はいはい、でもっと外に出たり、うん、人と喋ったり、うん、人とお会いするような仕事がいいなって思って営業職選んだら、うん、まあ、割と本当に楽しく今もやらせてもらってて、うん、ずっと不動産。じゃあ本当にさ俺も見てて、はい、えこの人転職してないな、長いこと勤めてるなって感じなのよ。はいはい、だもう3年以上勤めてるって感じ。そうですね、もう3年半ぼちぼち4年ぐらいになるかな。そうやな、はい、一つのところで。そうですね。楽しいですか仕事は。楽しいですね。楽しい、はい、何が一番楽しいの。いや、 やっぱりこう、まあ、いろんな人と日々喋ったり、うん、いろんな、 なんか昨日とは違う毎日があったり、うん、なんか新鮮ですね、うんうん、まあ、本当楽しいです。なるほど、はい、不動産にもいろいろあるけど、はい、一番主に売ってるものは何なの。賃貸の管理をずっとやらさせてもらってて、うん、はいはい、まあ、オーナーさんの、うん、まあ、リフォームの提案であったりとか、うんうん、売りますか買いますかとか、うんうん、まあ、そういうものを今とりあえず買ってます。でそのさオーナーさんっていうのはそもそもが不動産を持ってるわけやん、はい、でどこかに管理を任してるところに対して、はい、うちだったらもっとこういうことができるからって言って乗り換えを進めることもあるの。あります。それもあるんだ。あります。なるほどな。ただ任してない自主管理されてる方もいるんで、うんうん、やったらもううちで管理しますよっていう提案もします。それはさいろいろ調べる中で飛び込んだりするの。 ありますね。あるんだ。もちろん新規のオーナーさんに行くとこもありますね、うん、アポ取りするの。アポ取りします。あそう、はい、
そういうの全然平気。あ、平気です。あ、そう。むしろ得意なぐらいです。あ、人生初めてのさ、はい、そういういわゆる会社員としての仕事だったんだけど、はい、割とすんなり入れたんだ。いや、まあでもやっぱり自分そういう常識とかも全く知らなかったですし、うん、いろんな壁は当たりましたけど、うん、まあなんとかやってこれました、うんうん。ね、え、そして私的な部分では去年結婚したと。9月に去年結婚しまして、はい、まだ4ヶ月ぐらい。そうです、新婚ですね、はい。え、聞いていいの、どんな人なの。いや、僕の2個下のすごいお綺麗で、はい、自分で言うかな方ですね。もともと地元も近くて、はい、僕が地元戻ってきた時にもう一度会って、うん、意気投合してお付き合いして。じゃあ伊丹の人なんだ。そうです、伊丹、まあ、横の尼崎の人なんですけど、今僕が住んでる。なるほどなるほど、はい。子供はまだできたの。今妊活中ですね。妊活中、はい、仕込んでるんだよ。仕込んでます。まあでも自分いい年だから。そうなんですよ、ね、早く作った方がいいのかな。そうなんですよ。そうか、じゃあ奥さんはまだ今は働いてないの。今勤めてます。あ、勤めてるんだ、はい、うん、なるほど。勤めてます。どうですか、あのそこそこ稼げてるんですか。いや、そんなことぼっちゃさないよ。そんなもん全然もう、まあ、でもさ最後のチャンネルの時代に比べたらほんまそうですよ。ほんまそうですよ。とんでもないことやってたもんな、あの頃。電車も乗れなかったです。200円の切符買えなかったぐらい貧乏やったんで。いや本当にさ、あんたたちがさ九州で野田さんのね車に乗って路上ライブやった時に通報するやつがいてさ、覚えてる、はい、覚えてますよ、もちろん。で、はい、あいつ開示請求したよ。あれどうなったんですか、結局。いや、あの開示請求がコロナの時期だったんで、はい、裁判所が結構止まっていて、はい、本当に父としてすまんなかったんだけど、はい、ちょうど1年経って、はい、開示請求が通って、はい、どこの誰か分かりましたよ。分かったんですか。分かったよ。まあここではちょっと言えないけど分かってで、はい、もう彼はもう言いたい放題言ってたじゃん、ブログの中で。いや、もうすごかったですよ。だから損害賠償請求してます今。でそれが通って。通ったんですか。はい。お前ですか。俺やるとこは絶対やる。だってさ、はい、俺さぶっちゃけ、はい、彼は最初お礼を叩いてたんだけど、はい、そのうちまず最後のチャンネルとかクソやんかあれ。もう俺もう腹立って腹立って、はい、いやもう自分が何かを言われるよりも俺に関係するその俺の周りのね君たちが何かああやって言われることがもう許せなくて、こいつだけは徹底的にやってやろうと思ってとことん言った。それちなみにもともと知ってた人だったの、それとも全然知らない。全然知らない。でこいつじゃないかと思ったら全部外れてた、ね、なんかもうある種ちょっと犯人の予想を立ててた。違ってた。でも全然知らない人ですか。そう、全然知らない人。へえ、マジで。まあまだ決着しますよ。あ、そうなんですか、ね、はい。それ君の恨みは晴らしたぞいや、あの当初本当にかき乱されましたからね。やばかったよねあれ、はい、よくもさ普通に生きてる人間がああやって執着するなと思って。そうですね。だってさ、うちオンラインサロンやってるじゃん、はい、これオンラインサロンの単なるメンバーの会社にまで電話が入って、お前のところの社員は就業時間中に令和の虎のなんか記事書いてるぞとか、そんなことまでやってた。まあ野田さんだってひどいことになったじゃん。まあそうです ね、そのそういう仕事をやってるくせに路上でライブやってるやつを応援してるなんて何事だみたいな。で取引会社まで電話が入ってみたいな、うん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 、まあひどい話だわな。ありましたね。だから本当にああいう世界の中にはね必ずああいうやつがいるんで、やばいなと思ったけどね。まあそうですね、うん、まああの当初はすごい真に受けてしまって、僕らもね、まあなんか あれ例えばあれをもう無視してやり続けてたらどうなってたんかなとかっていう思いもまああるはあるんですけど、ね、まあでもね今となってはね。そうなんですよ、まあ、全てが経験ですわ。そうですね、まあ、もう本当に。まあそんなアキラですけど、はい、あの今37歳になって、はい、で今、まあ、不動産の、ね、会社でやってますけども、はい、なんかこう自分なりに未来が見えてたりするんですか。自分なりの未来ですか、うん、まあ、もちろん見えてます。この業界にはなんか居続けたいって感じがあるんですか。不動産業界は僕やっぱりすごい今好きで、うん、すごい伸びしろもあるなと思ってるんで、うんうん、まあ、言える限りずっといたいなと思ってます、うん、まあ、でも良かったよ ね30超えて自分が初めてっていうぐらいのところで仕事を持った時にそれが自分に相性があったっていうのはなかなか良かったと思うよ。まあそうですね。だってそれ悪かったらさ、その年になって転職繰り返してたらもう本当に雇ってくれる会社なくなってくるからな。そうですね。今37だろ、はい、もう今から転職しても、まあ、君37かみたいな感じになっちゃうわけだから、最初に入った業界が
ピタッと自分に合ったのはすごい良かったよね。良かったですね。あとはまあその恩をどんどん返していきたいというか、自分を拾ってくれた社長さんとかにしっかり自分が会社を盛り上げていきたいなっていう気持ちは今ありますね。真面目か。あの時々さ、こうやってあの笑うと元のアキラが出るんだけど、普段はやっぱりね、こんなスーツ着ちゃってさ、やっちゃうわけだから。そうですね。あの当時のね、見てる視聴者からしたらちょっと本当に、ね、びっくりだった。びっくりですよね。びっくり。よくぞあのスーツで来てくれました。いやいやいや、はい、もうこのギャップが大事なんで。ありがとうございます。はい、さあ、はい、ちょっとこれからの話したいんだけど、はい、あれからさ、令和の虎は一視聴者として見てくれてるじゃん。見てますよ。どうですか令和の虎。いやもうさ、もう僕が出してもらった時と比べても、はい、今えらいことになってるじゃないですか。えらいことになってるね、はい、うん、いろんないいことも悪いことも、はい、いやどうなるんかなっていった時思いましたよ。ああ、いやもうえらいことになったじゃないですか、はいはい、みんなそうやってえらいことになったって言うんだけど俺は別にあんまりあの時オタオタしてないんだよね。ああ、なるほどなるほど。社員はもうみんなビビりまくってたんだけど、はい、俺が言ったのは、はい、こんなものしばらくしたら笑い話になるから、はい、お前らもう、はい、平常心でやれよって。絶対大丈夫やって。もう俺やっぱさ、自分 の、 あの会社経営自体がこんなんだったからあのことなんて俺の中で、はい、こんなの全然大丈夫じゃん。もう爆発が違うんすね。でもね、やっぱりさ、はい、林さんたちは、はい、ずっと成功してきた人だったんで。あ、なるほど。逆に弱かった。あ、そういうことですね。そう、なんかメンタル来てたよあの林さんも。だから俺はもうこれいいことじゃないんだけど、やっぱりね、失敗を何度もしてきてるからなんか思えることがあるみたいな感じではあった。でも今現状絶対その失敗っていうのはもう完全にいいことになってますよね、うん、そうだね。林さんにしても桑田さんにしてもさ、あれをバネにしてまた頑張れてるから。いや、そうですよね。よかったと思うよ。今もうなんちゃら版なんちゃら版みたいなのもすごい増えて、だってさ、本当アキラが出てた頃に比べて、はいはい、あの社長たちの年商がぐわーっと上がってるから。あ、そうなんですか。それがすごいと思うんだ俺。やっぱ彼らすごい刺激し合えてるんだよね、はい、あ、なるほど。そう、なんかあんだけ成功しちゃったから、はい、まあ金もあるし、はい、ゴルフでもして遊ぶかみたいな感覚で思ってた人たちが、うんうんうん、同じ人たちがみんな頑張ってるから俺もっと頑張んなきゃって形になって、はい、なんか相乗効果を生んでみんなが頑張り始めてるのが令和の虎のすごいいいとこだとは思う。あ、なるほどなるほど。ところでちょっと話戻っちゃうけど、はい、賀来さんとは連絡取ってんの？いや、もう疎遠ですね。完全に疎遠。疎遠です。ああの僕全部ブロックされてるんで。されてんだ。はい、もう LINE もショートメッセージもインスタも全部ブロックされてるんで。へー。ちょくちょく僕連絡してるんですよ。でもあの、ブロックされてるって分かってつつも連絡してます。はあ、帰ってきたらええなと思って。じゃあ彼が相変わらず奥さんと仲良くやってるかどうかすらが分からない。分からないです。でもなんかインスタとかちょろっとそういうのはどっかで見るんですけど、はあ、僕から直接連絡取れないです。あ、そうなんだ。連絡待ってます。賀来さん、ちょっとアキラにだけは連絡しろよ。なんか風の噂にあの賀来さんは令和の虎を恨んでるみたいな話が聞くんだよ。なんで恨まれるんだよ令和の虎が。ほんまにおかしいな。逆恨みのことがあるぞ。落ち着いてください。もう500人以上志願者出てるんだけど、はい、大先輩としてさ、はい、なんかこれから出る志願者に何か言ってあげたいことってある？やっぱりね、信じ抜くことですね。ほう。自分の信念を曲げずに信じ抜くことですね。信じ抜くこと、はい、やっぱ信念曲げたらダメですね。ああ、はい、大分の野田社長の名台詞ですよね。信念曲げるの。はい、なんかある当時なんちゃらワードショーみたいなのあったじゃないですか。あったなくなったんですか。もういや全然あれも視聴回数稼げないなくなったんだけど、はい、今年ライブで復活して。あ、ほんまですか。流行語大賞取ったのが俺の、はい、だからお前はスーパーバカでポンコツでなんだかなって、あの志願者めちゃくちゃ怒ってるワードが大賞取りました。マジっすか。それ萩前とかの時に俺が激怒して炎上したりとかあったけど、はいはいはい、ずっとずっと俺が怒ってるのが TikTok とか流れるから、はいはい、だから見るたびに俺怒ってるだろ。いや、もうそういうキャラですからね。もうそういうイメージついてますから、ね、怒ってねえから普段怒ってないから、はい、でもなんか視聴者もそれをちょっと望んでる感はありましたけどね。ちょっとじゃないよ。あ、ほんまですか。そればっかりよ。だって虎にも言われるんだもん、はい、吉田さん、そろそろ怒ってくださいよ。なんでやねん、やらせちゃうわみたいな。なんかその当時すごいコメントとかにすごい怒ったじゃないですか、はい、なんかコメント欄見ながら、なんやお前みたいな。そうああいうのは、いや、もう一切やめた。でもなんでなんですか。いやいや、じゃあ、あの頃はもう耐えられなくて、はい、俺書かれるのが、いちいちいち言ってましたもんね。うざい、いちいちで。だけどカブちゃんとかに言われた、はい、岩井さん本当にこれ無駄な時間ですよね。あ、なるほど。言われてからはたと気づいて遅かったんだけど、
本当に最近は反応してないですよ。あ、そうなんですか。ただもう本当にあの許せないと思ったコメントには削除じゃなくてこのコメントを表示しないっていうのがあるんで。あ、なるほど。で、あの一人でマンションで死ね消してるわよ、ね、はい、ということで今からですね、はい、2人で篠原藤森に行って、はい、今日は僕は2日連続であの中華を食わなきゃいけない。しかも今日昼のランチも篠原藤森で麻婆麺食って、はいはいはい、その後谷本社長というのが今いるんだけど、はい、心斎橋でラーメン屋やってて、はい、そこでラーメン食って、はい、4食連続中華ということで行きます。行きましょう、はいはいはい、こんばんは。どうもよし。これオフ会じゃないですけどミニオフ会みたいな感じで、あのこうやって大阪に来るときに直前になんか大阪行くよって言って集まれる人は集まれみたいな感じで篠原藤森に貢献しようということでございますのでよろしくお願いします。はい、じゃあ乾杯。はい、はい、お疲れ様。どうもお疲れ様です。はい、ということで皆さんも顔出し許可を得たんで出てもらってますけども、この方々はうちのオンラインサロン令和の虎ファンクラブの関西支部のメンバーの方々です。一人だけちょっと紹介しておきましょう。吉本くん、彼は関西支部の支部長を長年やってくれてます。あとですね、でもパッと見ると見た顔があるんで、はい、111人目の志願者若杉くん、それからフランチャイズ版大会ファンディングに出た松下くんね、こういう方々も結構オンラインサロンにみんな入ってくれてるんで、こうやって集まりがあるとねみんな集まってくれるんですけども、今日もあの篠原藤森っていうね証拠にもなく3回も令和のドラに出た志願者がいるんですが、まあ僕個人的に非常にたくさん応援してますので、せっかくの機会はぜひここでってことであのお願いしてるわけです。はい、あきらくん、はい、こんなコミュニティなんで入らないの。いやいやもうぜひぜひ僕もちょっと今日から仲間に入れてもらえればと、ね、はいはい、実は、はい、志願者だった人は8割方入ってくれてるんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ、うん、でまあ多分それに気づかなかったと思うんだけど、はい、まあそこそこ儲けてるから月々3300円ぐらい払えるやろ頑張って、はいね、払えます、はいはい、あのちょっとせっかくだから改めて動画になるので、はい、みんなに一言ご挨拶もらえませんか。わかりました、はい、12人目の志願者なんと12人目。12人目ですよ。2桁よ。最後のチャンネルのポンコツアキです。よろしくお願いします。はい、まあ本当にあのこの中にもねその回を見た人が 2,3 人しかいなかったって、ね、そうですよ。もういや、やっぱねなかなか見ないよあそこまで魚を持って上書きされてもう奥の方になっちゃってるんで、うん、そうド金髪で相方はこんなモヒカン狩りでとんでもなかったんだけどね。そうですよ、今やこんな真面目になっちゃった。いや本当にその当時は音楽もね、令和とのオープニングとかエンディングも作らせていただいて、せやそうですよ。そうや、オールになった時の歌とかね作ったんですよ。そうだった。歌っていただいてコラボしてました。そうや、そうですよ全部忘れてるわ。なんでなんすかはい、ということであの楽しい宴は続いていきますんでとりあえずあのこの辺で皆さんとはお別れしたいと思います。さよなら。